安部隆二郎は、日本のテレビプロデューサー。TBS テレビ取締役、TBS ホールディングス執行役員。過去に TBS テレビのプロデューサー、チーフプロデューサー、制作局制作センターバラエティ制作部次長、編成局担当部長、編成制作本部、編成制作局バラエティ制作センター二部長、制作局バラエティ制作部長、制作局制作一部長、 経営企画室長、TBSHD グループ経営企画局長、TBS ビジョン代表取締役社長、TBS スパークル代表取締役社長を、歴任した。神奈川県藤沢市出身。藤沢市立久下沼中学校、慶応義塾大学卒。卒業後、当時の東京放送に入社。テレビ部門に配属され、人気音楽番組、ザ。 ベスト10でプロデューサーだった山田修二の部下的な存在でアシスタントディレクターとして活動。歌番やカウントダウン TV など音楽番組プロデューサー。石橋高明やスマップなどとも関係が深い。また、同局のアナウンサーである安住紳一郎を積極的に起用している。2008年5月編成局担当部長に移動。このため5月2日から28日までは、 安倍の番組は、大木慎太郎、中鉢伊佐夫、帯淳也プロデューサーらに、5月29日以降は、小谷和彦、中鉢伊佐チーフプロデューサーらに引き継がれた。2009年9月からは、制作局バラエティ制作センターに部長に移動。2010年5月13日からは、編成制作局バラエティ制作センターに部長に。2012年4月1日からは、 制作局バラエティ制作部長に、2016年4月1日付で TBSHD 経営企画局長、TBS テレビ経営企画室長、2017年6月20日付で TBS ビジョン社長、2018年6月29日付で TBS スパークル社長及び TBSHD 出向役員、2020年6月26日付で tbs テレビに出戻り免職。作家、安倍明の次男にあたり、章もラジオ東京 tbs に勤務していた。富士テレビ系バラエティ番組、笑っていいとも、のトークコーナーテレフォンショッキングに、安住紳一郎アナがゲスト出演した際、以前担当した番組、ピッタンコカンカンのキャラクターの着ぐるみを着て登場し、司会のタモリに対して、 手前どものつぼでもレギュラー番組をお願いしますなどと発言した。安倍が担当する番組は生放送及びごく一部の収録番組を除きすべて被判ビジョン番組である。TBS テレビ編成制作本部制作局制作センターバラエティ制作部では必ず何かの班に所属し番組を作る。安倍隆二郎が率いる安倍班は制作局の枠。 垣根を越えて曲内随一の勢力を誇る。2001年にラジオ局部門を TBS ラジオコミュニケーションズへ分離。2009年には持ち株会社化に伴い東京放送ホールディングスに変更。テレビ局部門を TBS テレビに完全移行させ、東京放送が名乗っていた TBS の略称も TBS テレビに移行させた。 系列局である毎日放送制作のバラエティ番組には以前から複数の番組に司会者としてレギュラー出演していたが TBS テレビ制作のレギュラー番組は2021年1月現在も実現していない。ただ、前述の中井雅宏もレギュラー出演していた。連続ドラマ日曜劇場、当たるにはタモリも最終話でゲスト出演をした。ありがとうございます。